それで、あれだよ、ちょっと観点変えて、まあ、そういうクリーンカーの話はもういくらでもできるけど、さあ、元に戻ろう。新しい話を、この今度衆院選で、衆院選でね、この小選挙区がみんなゴロ負けした、これはまあ純粋に現役の学会共選部として、まあ、どのようにそれを弁解してくださるか、ちょっと聞いてみたい。共選部としてというか、まあいいや、一員君として、学会員。負けるが勝ち。負けるが勝ち。負けるが勝ち。まあでもね、だって上昇なんでしょ、学会は増えている、それが正しいから我々は増えてる、全世界196カ国に増えてる、そういう根拠としてしてきたじゃないですか。来年80周年、ね、そう、創立80周年、鑑賞の年ですよ、ね、来年80周年です、もう大もうカウント10から、10年前から、80周年に向けて、何々、80周年に向けて、思いっきりあの寄付しましょう。80周年に向けて成長新聞いっぱい、ね、資源の無駄遣いでタブ数取りましょう。一部でいいのに5部取りましょう。80周年に向けてもう選挙負けられません、ね、80周年に向けて秋葉会長突然更迭して腹立っておっさん来ました、ね、80周年に向けて、まだあの神崎さんも現役でいけたけど、ね、太田さんに変えました。婦人部の人気が強い太田青年部長ですって、全て80年に向けて動いてた中で今の豊田の質問だよ。そうですよ。なぜ負けた？負けた。これ負けたよ。完敗だよ、完敗。しかも得票率って僕そういうこと詳しくないんだけど、得票率もなんか全国では相当としてるんですよ。100万票、うん、正しいのになんで減らすんですか。200は落ちた。100万票か。いや、ちゃう、100万弱。100万弱。ある関西の芸人が言ったよね、新人が足らんとちゃうって。まあ、それは明らかに名言ですよ。お宅のご本尊が正しかったら勝ってるはずでしょう。いや、そういうことじゃないでしょ。じゃあ弁明、ちょっとどういうこと、うん、8人全員だった。本尊が正しい正しくないっていう話。8人全員おったんだぜ、うん、それはね、これどういうことだよ。これはね、あれですよ、やっぱり社、まあ、学会員としては当然次を勝つしかないっていうところでしょうね、まあ、意味があると捉えてね。だからね、あの落ちようが落ちまいが国民のためになるっていうことが第一義だから、落ちたっていうのはそのまま毎日で受け止めるしかないですよ。だから次それをあの、ね、あの肥やしにしてよりあのいい政党になるように、うん、あの応援していくのみ。じゃあそこは政教分離とか政教一致っていうことはどうなの、うん、成長一致、あの逆なんでしょうね。あの公式見解はもうすでに45年だったかな、会長講演中の池田先生のスピーチはあのそのものですよ。俺ちょっとそっちの方面は非常に弱いんで、どういうこと、簡単に、ね、うん、要するに人事であったりなんかっていうのはあの完全にもう切り離すっていうことを、要は政教一致って言われることに対して何らやましくないけど、でも公にはっきりしといた方がいいよねって言って完全に分けますって公に発表したのが45年だったから。何を言論問題、学会とその公明政治連盟。でも今現実にはさ、学会の会館でえいえいをって勝ち時上げてさ、何々候補を応援しましょうっていうのは宗教施設、つまりこの法人ね、宗教法人としてこの免除されている宗教施設において、ある特定の政党をね、会員のみんなに応援しましょうって流すのは、これいかがなものですかね。どう思います。それは多分あの例えば AAO っていうことをやってるだけなのかどうかっていうと、そうじゃないものも当然やってますし、あともう一つは立正厚生会が民主党応援者にもしているわけです。よそはいいんですよ。政友会もよそはいいわけです。でよそはいい、よそがやっててよくて自分がいいっていう論法にはならんでしょ。いや、違う違う、あのそうするとあれ、そっちも政教一致だっていう非難を聞いたことないんですよ。知りません、そんなことは。だからそう考えると、うん、何で学会だけか、うん、いいんですよ。いいと、憲法で保障されてる、まあ、そこはいいや。いずれにせよ、そのこれだけのね、この上げ潮の空気、しかも会員をあれだけケツを引っ張ったいけ、このネジを巻き、それがね、それが結果さ、せめて一人ぐらい、太田ぐらい受かっててくれるとか、多分ね、ゴロ負け。現場で本当に頑張ってた人間は、あの結構だから私の友人なんかでも、あのいや、残念だったねって、すごいね、あのメールで激励しされたりしてました。あ、その一般人、ね、一般人の人かな、うん、まあ、そんなことはどうでもいいけどさ、そんなことでもいいですよ、そんなさまつなこと。じゃなくて、この大きなうねりとしてさ、しかも上昇関西なんて言ったらね、上昇ですよ。
大きなうねりっていうのはある意味その投票率がガバッと上がったっていうことです。でその上がった分はほとんど民主党に行ったっていうことだから従来の得票を落としたんでしょ。従来の得票を落としたってことは、うん、今後の論法では、うん、得票この全体の票が上がった分は民主に行ったって論法にはならない、まあ、そうただね平成で票を持ったの平成になってからそれまでは400万500万ずっと言ってたのがどんどんね平成いつ頃からかなだいたいコンスタントに800万来るようになったんですよ。で最高で890万ぐらいになってだからその意味では今回の逆風の中でも800万いったっていうのはある意味全部落ちたのがいいってことじゃないですよ。ただ票の数としてはあこれぐらい安定したように取れるんだからあと今回だけ逆風の中でね煽りを受けてでだからもう一歩また新たな展開が必要じゃないかっていうことですよ。新たな展開っていうのはその党としてもっとこうなんていうか宣伝が下手だからもっとこの宣例えば福祉を根付かせたのも公明党なんですよね。今子ども手当とかってやってますけどあれは収入に関係なくガバーッと手当出しちゃうのでもともとの児童手当っていうのは収入に応じて出してたやつ。山口夏生さんの話になってきたんだけど尊敬したあのよくまあ子供がねこういう競技もご紹介それからその選手の問題もよくまあ勉強してるなと思って今むしろねさっきの競技論よりも尊敬したよおお、まあでも、ね、本当に広く浅くじゃないけど広くこう万般にわたって俺はね正直こう政治論とは全くダメだもんね全然ダメだもん、もう俺のもうウィークポイントはまさにそれですよ